はい、皆さんこんにちは、ワナルリビジです。では今回は対抗力士伝5明智光秀プレイ続けていきたいと思います。ついに前回、時の天下人と言ってもいいと思うんですが、武田信玄に謀反を決行、独立を果たしました。今ご覧いただいているのがですね、大名の勢力図と言っていいと思うんですけども、畿内に関してはですね、光秀と信玄、明智と武田、互角に近い形になってると思うんですけども、やっぱりね、信濃海、そのあたりから越前にかけてはですね、武田が圧倒的な勢力を誇っている。さらに武田には今川、北条もついているという構図です。なので厳しい戦いになると思いますので、しっかりね、気を引き締めていきたいと思います。まず基本的な戦略なんですが、畿内から武田を追い落とす、信玄を追い落とすということで、二条城のダッシュを、ね、最優先に考えていきたいと思っています。では早速プレイの始めていきましょう。で、独立した以上はですね、朝廷にも金をばらまいて後ろ盾になってもらいたいなと思いますので、朝廷外交もね、今後しっかり展開していきたいと思っています。で、何やら物音が、この光秀の命を狙うものだな。出浦盛清、何者だ。出浦盛清との戦いになったな。打ち果たそう。久しぶりだな、この形式の戦い。剣豪になってからはね、もう泣く子も黙るという動きになってましたけどね。一刀のもとに切り伏せましょう。ここで敗れるわけにはいかない。久しぶりだな、この絶妙剣も。何？残るか？やるな。動きがわからないからな。何？忍術を使ってきたな。なんか毒みたいになってる気がすんな。ここは仕留めにかかりたいな。よし、切り伏せた。さて、武田に狙われてれば当然といえば当然だな。ではまた表情を行っていきます。まずは主命伝達、小一郎には金を稼いできてもらいましょう。で、玉之助には朝廷に献上かな。で、自らも朝廷のもとに行きましょう。残りの人間は軍資金調達。金はいくらあっても困らない。というか、もうこれから朝廷に貢ぎまくらなければいけないんで、お金が最優先ですね。で、あとは鉄砲、軍馬、この辺りも定期的に買って、軍備の増強はしておいた方が良さそうですね。では休んで、今日に行きましょう。武田信玄の強さ、力、大きさ、身に染みてますからね。では公家宅、いや御所なんだよな、会ってくれないよね。
まあしょうがない、ここは口添え寄付をします。何、俺の金がここで必要なのかってことは、金を城から自分のポケットマネーにしなきゃいけないですね。朝廷にこうやって付け届けをしていきましょう。では帰ります。で出陣していく、まあ、自宅イコール城だからな。入金しよう。ちょっと待って、金庫に出金、軍資金から1万で、出金、貯金から自分のところに、まあ、2万ぐらいかな、2万4000。よし、これでなんとか対応していこう。では表情に出ます。合戦、まあ、まずは沢山城かな。ここの攻略に向かいましょう。兵士数8000、自分自ら出陣してこれを切り取りましょう。援軍の要請はしない。他の大名家、他の軍団も大変だと思うのでね、ここは自分の力で落として、他の人たちは自分たちの仕事をしてもらいます。援軍の要請はする。ちなみに援軍の要請に従ってくれそうな大名家があるかというと、皆無だな。皆無、いや外交もちょっと真面目にやっておかないと危ないな。まあなんといっても信玄が相手ですからね。今川軍が迫っている。くぅ、来たな。その数は今川は完全に信玄寄りだな。うわ、むちゃくちゃ強力だな。かっこ撃破していくしかないな。まずはここを確実に勝ちたいので風林火山発動。その後かっこ撃破していく。数では2倍以上の敵兵力なんで、まともにぶつかっても勝ち目はないですからね。数を減らしていきましょう。基本的には待ち構えて確実に一体一体潰していく。その際無理はしない。では攻略戦続けていきます。はい、野戦ではね2倍以上の敵戦力に勝利したんですが、城攻めを続行するだけの兵力は残念ながら残っていないので、ここはですね退却しましょう。強い。今川と武田が手を組むと相当に手強いですね。ここは金を使って兵をまたかき集めていきましょう。どうしたら敵より多くの兵を集められるか。自分たち一体だとどうにもならないので、やっぱりここは外交で自分たちに味方してくれる、まあ、そういう大名家を探していくしかないかな。では昇進もさせてどんどん働いてもらいます。ではまた京都に行って付け届けをしてきます。でその後沢山城に再び攻め込みましょう。
まあ、最悪勅命講和ということも視野に入れて、つけ届けつけ届け、1万、かなり認められた、ありがたいな。さあでは一応五章にも行ってみよう。会ってくれるか、会ってくれないか、まだ会ってくれないな。では帰りましょう。で兵力的にはどうなっている。6900、これに向けて出陣した場合マックスで出れるけど1万3000か。敵は6000、訓練が低い。ちょっともう少し様子を見ましょう。その間にでは主命伝達します、まあ、徴兵でね。あとは外交同盟、伊達家か、遠いな。三好、三好だな。三好がついてくれればだいぶ助かるよね。さあこれでいきましょう。道さんが災害を落としたか。うん、いいね。道さん全然よくやってくれてる。金もたんまりたまったし、表情を行おう。再び小一郎はやっぱりね、金なんだよね。様之助あたりには同盟、三好、同盟をねひたすら結んでもらえるように各所に派遣しよう。であとは軍資金と徴兵とやっていきます。さあ早々に落とせることを祈りましょう。和議の下、よし。停戦、停戦は無理だ。ダイヤを出す、場外退去。ダメか。今川も盤石だからね、援軍出せるよね。今川、我々はちょっとしんどいよな。沢山より和議の下、停戦。停戦じゃないんだ、欲しいのは場外退去。ダメか。今川の援軍が来たらまずいよ、この兵力だと。神宮城の攻略に道さんは失敗。北条家の軍団、勝ち目がなさすぎる。しかも道さんが死んだ、痛いな。来てしまった、これは勝ち目がなさすぎる。しょうがないですね、撤退しましょう。ちょっと一からまた軍略を練り直しますか。まずは道さんが死んだので道さんの後釜ですね、どうするかちょっと決めていきます。道さん亡き後、ここを家老の小一郎に任せるか。いや半兵衛に任せよう。小一郎がいなくなるときついので、
ちょっと半兵衛の負担が増えますけど、ここは半兵衛に任せて、その間に新たな武将が台頭してくるのを待ちます。ではこれで主命伝達、まあ主にですね金と、そして兵を集めてきてもらいましょう。そしたらですね、三好さんのところに出向いてちょっと仲良くしてもらいたいと思います。三好が赤松でもいいよな、旗の。どこまでに三好とするかだな。三好長慶はもう四国まで追いやられてるのか。となると赤松だな。播磨まで足を伸ばして、そこで味方になってもらえるようお願いしましょう。何、別の城にいるというのか。移動する。もうここは牢は惜しまない。さあではここで贈り物、金田もいいんだけどね、茶入れを献上してみよう。おお、喜んでくれた。外交、あ、同盟も結んでくれてるのね。なのに援軍は出してくれないの。いや微妙だな。三好も同じかな。そうなるとではちょっと武田動きが怖いので、数正が小谷の攻略に失敗。まあそうだよな。ここは公家宅に行って付け届けします。どん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 出世するぞ。では一度戻りましょう。行き倒れ、まあ水を飲ませてやろう。でだ、これは誰だ。信玄の軍か。どこに向かってる、全くわからないが、今なら二条城が落とせそうだな。げっ、昇竜寺城にやってきたのか。ちょっと待ってね、これはまずいな。吉本もどっかに動いてるよね今。いや昇竜寺城これさ、持ちこたえられるのか。いやここは出陣するしかないだろう。昇竜寺城が危ないというなら。今川の曽根城を取る。吉本も今出陣してましたからね。一徹に援軍を要請、まあ出てくれないじゃん。なっ、そうだよね。いや分かってたよ。曽根城を取る。援軍要請。ここつながらないと話にならないよな。やっぱ沢山城は。曽根城より和議の使者、停戦約定、これは拒否。一度転がり落ちると危ないって話をしようとしていたら昇竜寺が武田に落とされた。厳しいな。曽根城より和議の使者、
降伏受け入れよう。曽根城は取りました。まあ、代わりといってはなんですけど、昇龍寺城を失ってるので、まあ、決して喜ばしい状況ではないですよね。ちょっと他、吉本がどこを攻撃してるのかとか、そういうのも含めて確認したいな。大丈夫そうだね。ただ昇龍寺城奪われてるからな。まあ、ここは次沢山城なんとしても欲しいな。苦戦も苦戦だな。では再び徴兵は十分にされてるな。ではこの後ですね、再び昇龍寺城の奪還戦を目論んでですね、順番で言うと沢山坂本と順々に落としていこうと思いますので、この続きはまた次回プレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。